ペコ選手 VS、ちょっと読み方がね、ごめんなさい、ちょっとね、わからないんですけど、7OK びっくりスラッシュ、MR ハイ選手。はいはいはい。MR ハイ選手、ちょっとお呼び、仮にお呼びそうですね。ちょっともし、わかりましたら、またお伝え。させていただきますけれども、一ペコ選手 VS、7OK スラッシュ MR ハイ選手ということで、よろしくお願いいたします。一ペコ選手はね、前回の DMGP2023 ファーストの覇者、うん、そうですね、はい、悲嘆で駆け抜けた方ですよね。悲嘆で駆け抜けました。そして 2-0 対決で一ペコ選手は2倍明けと。あ、確かに確かに。なっております。ここから試合なんですね。はい、ここから試合でございます。一ペコ選手 VS、7OK MR ハイ選手、はい、ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっともしね、コメント欄の方、読み方分かるよって言われたら、確かにお願いいたします。お願いします。すいません。ミスターハイ選手なんですかね、後ろ。ミスターハイ選手なんですかね。そうですね、ちょっと読み方が。まあ、分かり次第。あ、直樹さん。直樹さん。あ、セブンオーケー、これ、びっくりだけど、あい、あ、そういうことね。直樹さん。ああ、なるほど。ああ、そういうことか。おしゃれだ。はい、直樹さん。じゃ直樹さんとちょっとお呼びいたしますね。ありがとうございます。直樹選手、一ペコ選手、バーサス直樹選手。なんか数字を英語のアルファベットとしてなんか見るみたいな。はい。いや、おしゃれだ、これは。一ペコ選手、バーサス直樹選手と。はい、ということで、まもなく、ね、今準備中ですので、ラウンド3の様子をお届けできる予定でございます。コメント欄とかね、YouTube のコメント欄および X のポストでもね、応援コメントどんどんよろしくお願いいたします。皆さんで盛り上がっていきましょう。はい。直樹スラッシュミスターハイ選手。あ、ありがとうございます。おー、はいはい。じゃあ直樹選手をね、今回お呼びさせていただきます。そうか、確かになんか忍びみたいですね。確かに確かに。戦術とか。メカ忍びね。メカ忍びの。はい。あ、今これね、画面映ってますかね。画面さあ、こちらが直樹選手ですかね。そうですね。はい、こちらの、ハッピーっていうか、この反転に来ているのが直樹選手だと思われます。そう、なんか祭りの。さあ、こちら一ペコ選手。さあ、お互いデッキをね、入念にシャッフルして。これ一ペコ選手、また悲嘆の可能性ありますかね。あるのかな。今回まだ見てないですからね。まだわかんないですからね。で、今回、今 2-0 対決で、一ペコ選手は2倍明けということです。あ、これ一ペコ選手としては初戦になってくると、まあ、ここの入り重要ですよね。まあ、直樹選手はもう 2,、はい、2回ともちゃんと2連勝してきてるわけですからね。かなりもね、温まってる状態でここに座ってきてるということで、さあ、どんな戦いが繰り広げられるか楽しみでございます。あ、直樹スラッシュミスターハイ選手。 ありがとうございます、ね、直樹スラッシュミスターハイ選手と、ありがとうございます。さあ、ということでどんなデッキ見れますかね。今のところ、うん、2戦目が、水闇魔道具とアポロでした。そうですね。で、実はお届けできてないんですけど、1戦目の組み合わせだと、まあ、ガイアシヘッドがいたりとかね、ガイアシヘッドいましたね。水魔道具だったんですけれども、まだ今のところデッキかぶりはないですよね。そうですね、魔道具が2人いたけど、ちょっと多分タイプが違うように見えたので、ね、はい。さあ、どんなデッキが見られるかというところも要注目でございます。スリーブはこれ鬼丸ヘッドのスリーブですね。あ、これ懐かしい。懐かしい。これデュエンのやつですか、ね、そう、これデュエンのやつ。これデュエンのやつでしょ。これデュエンのやつです。確かデュエン。いや、僕も持ってた記憶があるので、確か多分デュエンですね。懐かしい。昔ね、革命ファイナルぐらいの時かな、はい、にあったんです。デュエンっていうのがパックに入ってて、集めて交換するとね、スリーブとかプレイマットがもらえるっていう。結構大変でしたよね、これ手に入れるの。めっちゃ大変でした ね、 大変ですよね。ね、プレイマットが9万デュエンで、そう、スリーブ9億とか、なんか9億デュエンだっけ。9億デュエンですね。スリーブがね、1万なんか結構1億とかだったかな。3億でしたっけとかだった気がしますね。結構高かったんですよね。いや、結構高くて、僕も集めるの苦労しました。はい、はい、結構ね、かっこいいスリーブとか面白いスリーブあったんですけど、ね、そうなんですよ ね、 すね。ビルヘルムのスリーブとかもありましたね。あ、ビルヘルムありました、ね、ありました、ありました。ビルヘルム、俺はビルヘルム使った記憶ある。僕も使ってました、はい、懐かしいですね。まあ、そんなスリーブ操るのは一票5選手と。オニマルヘッド使ってる可能性までありますよね。まあ、そうですね、オニマルヘッド戻ってきましたし、あえてこのスリーブ使ってるってことは結構みたいなこともね、ありますよ ね、 ありますよね。で、見せかけて、なんかちょっと遅い出来なんでしょう、はい、来たんですみたいなこともありますからね。そうそう、いや、全然ある今回やっぱりオリジナルということもあってね、超次元像もないので、いわゆるブラフだったり事前の読み合いみたいなものはね、存在しないんですけれども、まあ、悲嘆は実質あんまりターン返せるようなもんじゃないんで、まあ、実質ずっと自分のターンみたいなものかもしれないですね。そういう念もあるのかもしれない、ね、ああ、なるほどなるほど。もう実質俺のターン来いみたいな。あ、実質まあずっとこっちのターンやってるようなもんだからみたいな、はい、そういうのもあるのかもしれないですね。さあ、これでお互いデッキ準備が終了して、一ペコ選手としてはやはり初戦なので、ここは落としたくないと。
そうですね、でも2倍ってフェアリーさん、マッチーさんとかって、はい、経験したことあります？一応僕今回2倍の権利は持ってたんですけど、まあ、今回まあ実況解説にはいるんですけど、うん、2倍明けってどうですか？2倍明けは、いやでもまあ本当に、まあ、皆さん2倍、僕たちは2倍でも皆さんは2回勝ってきてるので、まあ、ちょっともうそもそもその日のなんか、はい、なんていうんですか、盛り上がりというか自分の中で温まり方がもう相手とちょっと温度差あるので、はい、まあ、ここの3戦目はちゃんと落とせない、なるほど、自分の中で落とせないなっていう気持ちが強いと思います。さあということで直樹選手が先行でゲームがスタートします。ちなみに僕は2倍経験ないのでもう試合行きましょう。はい、行きましょう。さあ DMGP2023 セカンド、はい、3試合目よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、始まったんじゃないのかな。あ、今ね多分じゃんけんして、あ、今始まりましたね。よろしくお願いします。はい、予選3回戦ですね。さあどんなデッキが見れるのか楽しみです。先行は右側の直樹選手ですかね。直樹選手ですね、はい。さあまずはチャージから1マナ目が、あ、イザナミテラス、イザナミテラス、これはということは、これはいわゆる水闇自然のグラスパーデッキ、そうですよね。まあ一番やっぱ思い浮かぶのはグラスパーループ、はい、なるほどなるほど。対して、あ、ショートショットマグナム、ただ1マナのカードはプレイしなかった。そうですね、なるほど。っていうと思い浮かぶのは、うん、結構火水光のライオネルのデッキとかには入ってる印象ですね、うん、はい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 。まあ結構ヒタンブランドとかにも入ってることはあるんですけど、まあ結構ヒタンだったら一旦目からこれあれですね、死神ゼナークハンドですね、うん、かなり珍しいカードマナゾーンに見えている。デーモンハンド、相手一体破壊とシールドトリガープラスでそのターンに出たクリーチャーを全部破壊するっていう、かなり珍しいカード見えましたね、死神ゼナークハンド。なので結構一服選手は、まあ、マグナムも入っていることから結構攻撃的なデッキに見えるの で、 そうです、ね、このゼラークハンドはちょっと踏んで嫌なタイミング多いかもしれないですね、うん、さあショートショットマグナムからだとあまりデッキが透けてないので、まあ、このターンからちょっと直樹選手としてもデッキが分かってくる。お、そう、ジャルジャット、これはあれですかね、あ、そういうテレスコテースの可能性ありそうですね。ジャオモン系のアビスとか、なかなかこれちょっと珍しいデッキというかね、また火が入ったタイプのアビスデッキを持ち込んだ。なるほど、火闇のテレスコテレスだったり、あとは最近ちょっと流行ってるのが火闇自然のアビスデッキ、はいはい、もうちょっと流行ってるので、そちらの可能性もありますね。さあ直樹選手デッドダムで手札マナ墓地、これであと2マナ使えるともうグラスパーデッキとしては最高の立ち上がりですかね。まあ、直樹選手かなり順調ですよねこれ動き。もうワンブーストできると次のターンでも決まりそうでしたが、ここはブーストはなしと。そうですね、あのパーツちゃんと埋まりましたね。そうですね、ちゃんと、うん、チェインレックスがマナに埋まりましたね。さあ画面左側のイッペコ選手、さあパーフェクトダークネスをチャージ、ダークネスも入ってんだ。さあ3マナでここはジャレージャブラット、あ、ジャレージャブラット、あーでも、あー普通に邪神、なるほど、これあれですかね、あのやっぱ四国邪神で蘇生する用のショートショットマグナムをやっぱ1ターン目に見せて撹乱するみたいな。なるほど、じゃあこれ闇タンアビスだけどショートショットだけ入ってるみたいな。そうですね、それを1ターン目に見せて、まあ、デッキを悟らせないような。なるほど、うん、面白いなこれ。さあここまででオリジナルフィナーレ、オリフィナー、これはクリーチャーいないので、まあ、これ、うん、そうですね、次のターンの動きにつなげていこうっていう感じですかね。加速とマナカス、加速と手札の補充の部分と、まあ、マイナス効果はないですけどしっかりとパーツを探せるようなカードになっていますので。なるほど、まあ、これも次のターンに直樹選手、うん、ループに入ってもおかしくはない状況ですよ ね、 そうですね、うん、これグラスパーループって基本的にはイザナミテラスが2枚とグラスパーが2枚で無限にマナを伸ばすことができますね、はい。でそこからまあ増えたマナからまあなんかチェインレックスが拾ってまあフィニッシュにつなげようって感じですよね、うん、そうですね。なのでまずはコンボパーツとなるイザナミテラス、うん、あとはグレートグラスパーなどを探していきたいっていう感じですね、うんうん、さあ一方の、左がイッペコ選手ですが、ここはやっぱあれですかね、マーダンローとかでテクト破壊を。いやそうですよね、イザナミテラス持ってそうなので、おー、ありましたね、ちゃんと持ってる。あ、VT ガイアッシュイザナミテラス、いやそうなんですよね、これ結構なんか難しいですね。これ 5000VT が結構水闇自然のグラスパーデッキ相性が良くて、まあ、色も合ってますし、はい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 、マナも伸びるということで今の環境はかなり 5000VT が強いので、まあ、違和感なく採用できるのがこのデッキの強みですね。なるほど、まあ、ここはイザナミを抜いていく、まあ、今の状況だとあんまり 5000VT もそんなに機能しないので、もともと結構パー高いですもんね、アビスもね。そうなんですよね、まあ、このジャブラットとかはまだ魂度ですしパーも高いので。
さあでもこれ外野手見えたのちょっと嫌ですよね。外野手ちょっと嫌ですね。これアビスもやっぱりそのジャストインユーだったりジャガイストみたいなカードでちょっと展開踏み倒して展開しなきゃいけないとあるじゃないですか。そうですね、それがかなりやりづらくなりましたよね。まあ、なのでここのマーダンローで抜きたかったんですけど、やっぱり先にまずイザナミテラスからと、いや負けるよりはいいだろ う, っていう。おしかしデッドダムも引いてきている、ね、あそうですね、このとかデッドダム今引いたんですね。そうですね、そうなりますね。かなり手札まだ落ち、さあスクリプトがマナに落ちました。なお6マナありますけど払うのか。ん、あ違うか、これは5マナタップで、ここ 5マナタップですね。オリジナルフィナル、うわー、ね、どん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 マナと手札が強くなっていく。そう、もうこれマナ10マナぐらいありますよね。そうですね、そうですね、結構一気にもうパーツも集めれそうな感じがしますが、うんうん、確かにデドダムからグラスパーとかもまあ全然できちゃうようなマナになってきてる。一ペコ選手もどんどん自分の盤面を増やしていってキルターンを早めていかないとちょっと置いていかれるようなゲームになりそうですね、うん、さあマイナスで、マイナスはこれ強制、ね、強制ですね、はい、あんまりでもやっぱマーダンロー結構その墓地からアビスって結構墓地から召喚するデッキなんで、はい、マーダンローそのグラスパー側としてはあんま実は墓地に送りたくはなかったけどしょうがないみたいなとこも、ね、そうですね、まあ、そうですね、これマーダンローをあのアビスラッシュで、まあ、邪神帝とコンボで使って、うん、今の状況だったら直樹選手の手札から 5000VT を抜いて、はい、5000VT の効果を、ああなるほど、はい、そしたらイザナミテラスが出せなくなるんですね。出せなくなりますね。おーなるほど、あそっか、面白いっていうところで考えてるかもしれないですね。なるほど、そっか、ここでもう仮にの話ですけど、今一ペコ選手がじゃ仮に3マナで、ジャストインユーで、うん、今墓地に邪神帝があるので2マナでマーダンロー出すと今言った動きをやってくると、ガイアッシュ出ちゃうけどまあやられはしないでしょっていう、そういう感じですね。なるほど、面白いな、おーマーダンロー、やはり無限のカード、いやマーダンロー楽しいカードですよね。さあ3マナから、お送るか、これまさに実際動きを、さあもうこれ外野手は分かっているので、うん、そうですね、もうそこは割り切ったプレーですね。いや面白い、さすがこの辺は一ペコ選手 GP 覇者というプレー。さあ落ちたカードを今確認していて、まあ、4マナ4以下のアビスが出てくると。さあこれ4以下のアビスを出しますので、うわこれなるほど、 VT かなり、でも直樹選手としてはねかなりアビスに効くカードなんで、お守りとして持ってきたかったんですが、そうですね、そこを逆手に取るようなプレー、いやここがやっぱりマーダンローの強さというか、まあ、まあ、すごいな、最近だと闇自然のアビスが流行ってるんですけど、うん、まあ、この闇タンアビスの強みの一つですよね。まあ、アビスラッシュをねこのゴリゴリ使えるっていうのはやっぱり闇タンの特権ですからね。そうですね、まあ、なのでここをちょっと悩んでますね。アビスベル邪神帝で行くのか、なるほどなるほど、まあ、マーダンローで、まあ、一応一旦マーダンローだけみたいなのも、まあ、あるっちゃあるのか、殴らずに一回ターンを返すっていう形ですかね、うん、まあ、ただどの道外野手出てきちゃうから、まあ、結構なんか強めの展開はしておきたいですよね、うん、やらないと何かはちょっと リスクもうリスクはすでに背負っているので、ちょっと強めのアクションしなきゃいけなそうではありますけどね。まあ、ここ別にアビスベル邪神帝蘇生して、うん、アビスラッシュでマーダンローを出して、それこそ別にまあ 5000VT 先ほど言ったプランもできますけど、まあ外野手を抜いてターンエンドでも別に悪くはないですね、うん、さあここはアビスベル邪神帝を出していく、さあアビスラッシュでマーダンロー、ここまではまあ予定通りかなというところですが、あグラスパーも見えてきた、グラスパー持っておりますね、グラスパー外野手 5000VT、 いやグラスパーあるとちょっとでも話変わるのかな。そうですね、ここグラスパー持ってますと、まあでもループまあ、5000VT を効果を使えれば、うん、まあ、ループはしないんですけど、そうですね、まあ、ただ盤面は結構嫌な感じにはなっちゃいますよね。そうなんですよね、手札も多分一ペコ選手1枚ですか、1枚に見えますね。そうなんですよね、その邪神帝の守る能力使えないので、まあ、グラスパーも、あ、これグラスパー抜いてきましたね、あグラスパーを、なるほどなるほど、これで外野手カイザーはターン返し、まあ、ターン返すときに確定で出てくると、そうですね、この外野手の2ドロー、そしてターン開始時のドローがどんぐらい強力か、さあここのマーダンローは攻撃せずに、うんうんね、まあそうですね、さあマナーをタップせずに、邪神帝出たので外野手が登場して2ドローですね。うわで これはまあ結果としては良かったプレーなんですけど、まだまだ一ペコ選手厳しいですね。いやそうですね、これ直樹選手序盤からしっかりとデトナムやオリジナルフィナルのようなカードで、うん、強いカードを手札に、質のいい手札を持っていたので、こういうマーダンローのような手札を捨てるカードにも対応できたと。いやーこれ、おなんかしかもなんかエンペラーキリコ見えました今。見えましたね。エンペラーキリコ結構、まあ、進化できないのか、一応盤面からは。
サイバーいないですもんね。イザナミテラスとかそういうカードがありましたら出るんですけど、うん、エンペラーキリコンはひょっとしたら出てくるかもしれないと。そうですね、イザナミテラス。そういえばあれなんですね、まだマナゾーンにグレートグラスパーないんですね。ないですね。そう、今引いてきた1枚だけだったんですか。エンペラーキリコンさあ結構強いですが、まあ、イザナミテラスがなければ、まあ、この強力なカードも出ないっていう、うん、これ水しでなんでチルシンのマジン、チルシンのマジン再び探しに行く。もうイザナミまでヒットすれば、おっと何かちょっとあったみたいな感じではありますが、まあ、でもこのターングラスパーがどうなんですかね。やっぱグラスパーコンボに入れなくても、はい、あのガイアシュカイザーで相手プレイヤーアタックできないっていうアビス側に制約かかってるんで、まあ、やっぱターン返ってもやっぱアビス側が現状はきついっていう感じなんですかね。このまま直樹選手が、まあ、もしグラスパーとかで、まあ、シールド攻撃して結構手札を増えるようなことがあれば、まあ、多分対応できるとは思うんですけど、まあ、今一服選手結構手札が少ない状況なので、まあ、何かしらのカード、まあ、結構強いジャストインユーのまだ2枚目3枚目とか持ってないとちょっと展開は遅れそうですね、はい、さあ再び2マナさあ、おっと立て続けにこれはもうイザナミ探しに行ってますかね。イザナミ探しに行ってるんですかね、これは。いやただちょっとなんかなんかちょっと雲行きは怪しいですね。でももうさすがにこれ山札とっくに一周してる。山札下に送るカードが多分チリュウシンの魔人だけですかね。あ、そうかそうか、まだまだか。そうですね、まだ2回このチリュウシンを打っただけで、あと4枚ぐらい分かんないのか、 4,5 枚ぐらい。なのでここで、まあ、まだチリュウシンの魔人持ってきましたので、チリュウシンの魔人でイザナミテラスを探しに行く。もうワンチャンスかけに行けるか。で山札の内容も分かっていますので、そのエンペラーキリコをもしイザナミから出せたときに、うん、まあ、どれくらいのカードがめくれるのかっていうのは、うん、多分もう直樹選手側では分かっていると思いますので、そっちのプランを目指してもいいのかもしれないですね。まあ、お3発目の治療心。さあ、まあ、そろそろあるだろう。イザナミテラス。さあ、ここにちょっと固まってましたね、グラスパー。これでもグラスパー、グラスパー、シャコガエルですかね。グラスパー、シャコガエルですね。ってことは、イザナミテラス、まだ。一応まだデッキが5枚なんで、ギリギリ上のあそこの1枚だけ分かってないけど、けこれシールドに相当いってますよね、多分。ってことは2枚以上は確実にシールドにやると。これ意外となんか、ん?って感じですね。まあただ、これもしかして一旦生まれました?さあ、5000VT がとりあえず登場で、さあ5000以下は相手の場にはいないので何も起こらないですが、このターンですね、一ペコ選手は5000以下のクリーチャーが出せないっていう状況ですね。なので墓地からはそうですね、ブレンブルフ、マーダンローのようなカードをプレイすることができません。いやー、確かに俺一旦あると思ったら VT が蓋してきたな。いや、この 5000VT 一旦取るカードとしても強いですし、うん、まあ、場面を除去するとしても強い。何、うん、かありますかね、ここで対応できるカード、アビス側に。そうですね、ここを、まあ、ジャストインユーのような呪文で墓地を肥やして、あの、はい、漆黒の深淵邪神とかをめくっていって、うん、はいはい、まあ、外野手を処理しながら盤面に打点を作って、そのまま一気に押し切るような形を目指せると一番いいのかなと思いますね。なるほど、まあ、ここを手札に抱えているのが抵抗するのだと難しい。5マナでこれは、これパーフェクトダークネスかな。パーフェクトダークネス、あ、2枚半です。おお、2枚半です。あ、これ綺麗に返しましたね。刺していった。さあこれで、右側の直樹選手の手札が0枚。さあこれは結構見事なダークネスですね。これいいところに刺さったんじゃないですかね。なんかもう詰めてとか盤面をなんとかしなきゃみたいなちょっと意識ではいたんですが、そこを返すパーフェクトダークネス2半です。さあ6万だ。あ、そこにだ。やはり見てなかったと。しっかりいましたね。やっぱいましたね。からのここはでエンペラキリコ、エンペラキリコ。さあまず自分のクリーチャーが、シャッフルしてデッキの中でしたっけ。下ように山札の下でしたっけ、はい、確か山札の下に送って、はい、下ですかね。で3体クリーチャーがめくれるまで、はい、あの魔人で見えた中にそんなに大したクリーチャーいなかったような。確かグラスパー、グラスパー、シャコガイル、あのシャコガイルでも結構勝てますね。グラスパーは絶対出てくるのかな。なのでこれ一気に山札削り切る可能性までありますよね。そうですね。さあ、まずクリーチャーすごいんだけゼナーカンド、鬼の四つにか。シャコガイル 5000VT、 あ、 VT? あれ、これは 5000VT を、上で戻していたということですかね。そうですね。さあただこれでもグラスパー進化はできなかったのでアタックはできないのか。そうですね、うんうんうん。さ、意外とこれでもなんかそんなにまだやられてないですね。これ一回ターン帰る形ですよね。帰りますよね。 しかもガイアシュカイザーがいない状況ですね。いないので、まあ、VT いるとはいえ、まあ、VT が一応有効っていう。なんかちょっとこれはキリコの、キリコが逆にこれで山札は、ランダムを働いているか。山札は多分5枚以上あるから。そうですね、
シャコガエルエクストラビンまでは、まあ、確実にいかないと。そうですね、山札もシャッフルされますと。はい、シャッフル。いや、これグラスパーね、順番的に進化できればね、よかったんですが。そうなんですよね、ちょっと魔人で見た中にクリーチャーが全然いなくて、それが今かなりちょっと響いてますね。直樹選手としては若干厳しい状況で、一平子選手としてはここ 5000VT がかかっていますので、うん、まあ何かしらちょっとパワーの高い、まあ、漆黒の深淵の邪神帝などアクセスできるといいんですけど、まあ、公開領域だとパーフェクトダークネスがありますね。これは素直にマナに送られた、まあ、とりあえずグラスパー効果でマナ。さあ、とはいえですよ、とはいえですね、とはいえ厳しいことには変わりない。さあ、一旦ターンが返って直樹選手、左側の一平子選手のターン開始時に5枚引いて3枚捨てるですね。まあ、直樹選手もこのターンしっかりと盤面が残った状態で帰ってくれば、うん、もう一気に山札を掘り切ってシャコガエルのエクストラウィンまで行く可能性もありますので、うん、まあ、結構ここはちゃんと 5000VT のロックがかかってほしいと。一平子選手もね、手札あんまないんですよね。そうなんですよ、なんで公開領域のパーフェクトダークネスは使えるんですけど、そっから先があるかどうか。そうですね、これグラスパーも処理しないといけないし、別にシャコガエル放っといても負けちゃうし、いずれにせよかなりやばいことには変わりない。さあ、ターンは来てるんですが、プレイできるカードがあるのかどうか。そうですね、直樹選手のクリーチャーに対応しきれないと。まあ、最悪直樹選手この盤面で殴っても勝つ可能性ありますからね。パーフェクトダークネスでハンデスを選んで、なるほどなるほど、あ、で終わりですかね。そうですね、あ、まあ、でもグラスパーが捨てれたんで、まあ、ちょっとだけラッキーってところですかね。そうですね、一応見えてる中ではコンボにはいけないはずなので、グラスパーがアタックしても。そうですね、イザナミテラスが公開領域に1枚とグラスパーが1枚、はい、で、まあ、チェインレックスはあれどもって感じですね。でマナゾーンにグラスパーもいないので、そろっと2枚目、ね、これ深刻リーチャーは今いないですかね。いないはずですよね、はい、ただグラスパーででもチェイン出しても8の自然のやつがいないので。そうですね、8の自然がそうかいないんですね。そうなんですよね。なるほど、ここからはつながらないと。まあ、やるかわかんないですけど、一応殴り切れはするっていう。そうなんですよね、シャコガエル伝説のトリプルブレイカーがちょっと見れる可能性が。そうですね、ちょっとシャコガエル、キリコ、グラスパ行くぞーっつって、行くぞうおーって、シャコガエルが殴っ、さあグラスパ殴りましたね。さあ、ネオクリーチャーがアタックしたとき、それよりパワーの小さい VT が登場ですね。さあ、ここで VT が登場。 VT どこまでいっても強い。あ、でもこれアタックキャンセルはないので。そうですね、お、いった。さあ3枚、さあここで帰るかどうか。トリプルブレイク、ハンマダンマは十分温まっているが。そうですね、ハンマダンマは VT の効果、左側の単純しか効果がないの で、今は出ますが、いない、ポンド、まさかの先にこうブレイク、シャコガエルダイレクトだけ見れるのか。あー、なく、シャコガエルダイレクトだけ見事、直樹選手勝利、お見事。予選第3回戦、直樹選手勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、シャコがダイレクト決めたの初めて見たかもしれない。なかなかないですよね。なかなかない僕もやったことないかもしれないですいやー、来ましたね。いや、一平子選手もね、かなりこう細い橋をね、はい、繋いで繋いでっていうところまでターンは来たんですが、ちょっと、まあ、なかなかそこから噛み合わず。そうですね、結構直樹選手の序盤からの動きが良かったですね。そうですね、まあ、序盤のロケット、あのスタートをうまく、それをアドバンテージを生かして、まあ、走り切ったという感じでしたね。いや、お見事でした。まもなくね、あの見事勝利しました直樹選手に、勝利者インタビューをお越しできる予定でございます。よろしくお願いします。やっぱグレートグラスパー、はい、ループしなくてもあんだけ強力な盤面を作れて、うん、しかも今 5000VT があるので 5000VT でロックをかけながら殴っていく、はい、今のようなプランも結構、まあ、今日だけでも最初の2回でもやってる可能性もありますよね。そうですね、あとそっか、スパイナー確かにマナに見えたから。そうですね、ラストでスパイナーだとすると、まあ、相当熱かったですね。いや、全然勝てましたね、そこから。いや、ラスタテスパイナーは結構どうしようもないですもんね。スパイナーダンマとかあれば全然帰ったというね、まあ、そこのまでやっぱ一平子選手残してましたね、その可能性を。いや、でも素晴らしい勝負でございました。思い切りの良さがやっぱすごかったですね、はい、なかなかこの大舞台でできるようなこう殴り方ではないかなっていう感じですね。いや、そうですね、いや、そうそうそう、あそこ結構やっぱむずいですもんね、やっぱ、うん、かなりあの、まあ、序盤のスタートは良かったとはいえ、その後のループに入る過程のところの見え方とかパーツの落ち方、結構アンラッキーだと思うんですよ。そうですね、かなり直樹選手としては山札を全部掘り切って、うん、わ、このパーツとこのパーツがもうシールドの方に行っちゃってるから、うん、これはもう殴り切った方が早いと、うん、ゆうきちゃんとそこで切り替えて、そうですね、殴れるのはあとそこでちゃんと VT で蓋して。そうですね、
でそこは本当にお見事でしたね、殴り切るプラン。グレートグラスパーのアタック時に VT が出るのも強いですよね。俺あれ忘れてました。確かに出るわと思って、1万2000だわと思って。そう、パワーがギリギリちょっと高いんですよね。あ、 あれこれチェインレックスでは VT 出ねえよなみたいなこと思ったら直接出ますね。そう、直接そう出ちゃうんですよ。確かに確かに、めちゃめちゃ強いですね。確かにあの最初の方でね、フェアリーさんおっしゃってましたけど、実は VT の恩恵すごく受けてるデッキ一つです、ね。いや、そうなんですよ。まあ、しっかりと序盤からデトナムのようなカードもプレイするので、はい、まあ、あんまりそのループのデッキだから自分の場面に並ばないんじゃないのって思うんですけど、うん、そのデトナムとか相手のクリーチャーで経験して、うん、まあ、3マナとかでは結構 VT を出せるんですよね、はいはいはい、なのでオリジナルフィナーレプラス VT とか、はいはいはい、まあ、デトナムプラス VT みたいな、中盤の強いその2アクション目として VT 取れると、はい、くっつきがいいので、まあ、1ターン取ってその1ターンもらって返しにもうグレートグラスパーからループするような、はいはいはい、いや、すげえなー。いや、 5000VT っていうカードが本当に強いですね。いや、強かったですね。強かったです、ね、強かったあれなければもうちょっとマーダンローとか、はい、そうなんですよ、すごい邪魔なことができてたと思うんですけどね。いや、そうなんですよ ね、 すね、妨害が。そこはちょっと闇のね、闇のアビスはあの闇主前型よりももろに VT の影響食らっちまうので、はい、そこはかなり決めだったかな。そしてね、シャコガエルも、うん、おこれはエクストラビンだけの男じゃないぞということで後ろに控えております。俺は殴れるぞと。なかなか珍しい。あ、エクスのボス様ね、あのシャコガエルディレクトキチャーっつってダイレクトキチャーっつって、貴重なシーンが貴重なシーンが貴重なシーンがね、もう、はい、この3回戦から見れますからね。はい、ということで今ね、まもなく今見事勝利しました直樹選手にお越しいただける予定でございます。もう少々お待ちください。はい、いや、シャコガエルやっぱ決めるな。あそこでもちょっと聞きたいですけどね、やっぱシャコガエルで殴ったのシャコで決めたかったんですか。まあ、もしかしたら直樹選手も人生で初めてのシャコガエルダイレクトかもしれないですからね。確かにそこちょっと聞きたいな。貴重なシーンが見れたかもしれないです、はい、いや、本当に素晴らしい勝負でございました。まあね、惜しくもね負けてしまった一ペコ選手もね、まだまだ 2-1 ですので。いや、そうですね、はい、全然可能性あるぞというところで、ちょっとねこの後のまたこのフィーチャーマッチでねお越しいただければ、あのお越しいただくことに期待して頑張っていただければと思いますが、はい、ちょっとまあ、間もなく来ると思いますが、やっぱ最初でしたかね、決め手だったの。最初のそのブーストがすごくうまくいった。あ、そうですね、しっかりリライフからのデトダムつながって、リライフ、デトダム、デトダム、マジンマジンみたいなことやりましたもんね。そうですね、オリジナルフィナーレまで絡んで、オリジナルもうマナだって10マナ以上伸びてましたもんね、うん、あれやっぱその自然入りデッキの強いところですよね。その、はい、最近こう自然入りデッキじゃなくて、どっちかっていうとその序盤から 2-3-4 みたいな具を展開していこうみたいなデッキ多かったと思うんですけど、マナ加速するとちょっと事故ってもまあなんとかなるべみたいな、ありますね、余裕が。いや、そうですね、馬力の余裕がある。しかもそのまあもろに VT 食らうというよりは、はい、自分の盤面はそんなに増えないから、はい、まあこっちは呪文でどんどんマナを伸ばしていって、はい、まあ、こっちの盤面は広げないから、そっちの VT 出すとしても、はい、まあ、結構5マナとか6マナ払わないと出ないぞと。 VT 出し合戦でね優位なんですよね。いや、そうなんですよ、うん、自分の VT と相手の VT 同じマナですからね。しかもこっちはその間に呪文でマナをめっちゃ伸ばしてると。はい、ということで見事3ラウンド目勝利しました直樹選手にお越しいただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい勝負でございました。最後やっぱ車庫で行ったのは、俺は車庫で勝つぞっていう気持ちが出ました。車庫で勝つぞっていう感じと、いや、多分本当にグランプリ史上初めてなんですよ、車庫でダイレクト決めた人。いや、でも本当に見事でした。あの場面も殴るしかないなって思ってて、あ、そこはまだもう結構割と事前に、はいはい、ちょっとこの山札の見え方だったり具合だと、もう行くしかどっかで行くしかないぞって思ったんですか。いや、もうできればループして勝ちたかったっていうのはあるんですけど、はいはい、その一平子選手やっぱあのダークネスとかの切り方がすごい上手くて、ね、はい、上手かったです。あのダークネス結構やばくなかったですか。めちゃめちゃきつくて、あ、やべえってなりましたね、はい、でもだから最後の出したイザナミテラスがもう、はい、ここでグラスパー引ければループできるっていう意思表示だったんで。あ、そうですね、グラスパーの2枚目がこれ、はい、これがグラスパーだったらっていう、これがグラスパーだったら、それがダメだったらもう VT でロックして。あ、なるほど、なるほど。あ、もうそこはじゃあもうそのイザナミ出した時にもう頭に入れて。そうです、もう。あ、本当素晴らしい勝負でございました。はい、ということで今回じゃあグラスパーっていうデッキをまあ選択されたわけですけど、はい、まだこの後もあるんでね、さすがになければでいいんですけど、はい、あのなんでこのデッキを選んだかということをお聞きしてもいいですか。あ、もうちょっと近づけた。穴からの中で一番自信あったデッキというのと、あとあの5000VT が加わったことによって、はいはいはい、まあ、あの今その環境に多くいる穴からジャオーガを一番食えるようになった。あ、なるほど、なるほど。っていうのが強かったので。強かったですね、実際 VT。VT マジで強かったです、ね。マジで強かったです、ね。メタ範囲がやっぱ広いので、はい、そのどうしてもマーダンローとかで負けるっていうのは何回かあったので。
まあ、そこもちゃんと蓋できると。そう、蓋できるって意味で。なるほど、ありがとうございます。フェアリーさん、いかがでした？そうですね、あのマーダンロー一匹選手にプレイされたと思うんですけど、やっぱその段階でデトダムやオリジナルフィナーレのようなカードで、まあ、強いカード 5000VT ガイアッシュカイザー、あとはまあ、今なんかそのグラスパーとかイザナミみたいなカードをキープすることができるデッキだと思うので、やっぱそういうマーダンローとかなんかハンデスカードにも対しても結構耐性ありますよね。そうですね、なかなか耐性あるのと、あとし、まあ、これまた別のタイムになっちゃうんですけど、はい、シンクロフェアリーが、あ、そうですね、多くいるので、まあ、どうしても選んじゃうときつい盤面が増えてきたので、はい、一平子選手との兼ね合いになった後、あとブルームフループをロックできることがでかかったです。はいはいはい、そうかそうか、あれあるとループ入れないですもんね。入れないので。なるほど、ありがとうございます。マッチさん、いかがでした？いや、そうですね、なんかこの大舞台で、あの、シャコパンチができるという、このやっぱあの度胸というかがすごいなと思いましたね。貴重なシーンが。はい、この勢いでぜひ突き進んでください。はい、ありがとうございました。はい、見事3ラウンド目勝利しました、直樹選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ハッピーもね、ハッピーも目立っておりました。はい。